ございます、現在時刻は6時45分ということで、今日はソニー仙台戦の前日練習ということで、この後ね、朝トレーニングして、その後仙台に向かっていくということで、まあとりあえず、練習の準備していきたいと思います。行きましょう。はい、プロテイン飲みます。味は黒糖ミルクティーフレーバーですね。おはようございます。その唐突に言うしもやめてください。普通に事前報告出てるでしょ。普通にやめてください。その通通におはよう、おはよう、うん、おはよう。そのスイッチ入れなあかんやん、そのやり方。えおはよう、もうやかましいやかましい、もうパパにやってる俺じゃん。じゃあ皆さんこれちょっと似合ってるか。お前のその喋り方も YouTube モードに言われたらやめてって。普段その喋り方せえへんやん。皆さん俺似合ってるか似合ってないかコメントお待ちしております。この前オカンと電話したら、オカンランクレフシー見てる言うてた。キャスケ元気そうにしててよかったわー言われた。練習行ってきます。俺が教えて、ウィンク。距離合わせながら出す人、走る人。はいはい、どれ？あ、ジョーマロン。どれ？匂い。それから気をつけたけど。あれ。あ、もういいよっと。匂いかかして。ああ、それやな。この白いのこれのね。これ何？これサンローランです。あ、サンローラン。ちょっとやっぱ匂いつかへんねんな。おお、俺好き。だろ？ちょっと、うん。だろってやめて。だろってやめて。だろって。どれ派？俺これ結構好き。え、だろ？いや、だからやめろ。結構人気なのはやっぱ、まあ、僕のこれですね。はい、練習終わりました。実は先までのカットみたいなやめて。先までのカットで編集で作って今からですみたいな。それだけ聞いて、マジ次からはみ方するの。いや、変わらん。ちょっと一回イメージにしようや。結構、前短かったけど。一回ガッツリ短髪してみたら。してたよ。え、じゃあ、なんかほんまに、なんか、ただすけ上を。フェードしよう。ああ、そうそう、お前似合わんじゃん、ワンちゃん。ああ、似合わんわ。フェードしたしてたよ。あ、フェードちゃうやん、別に。ああいう、あれじゃないけど。何でも似合うさ。ママにめちゃにしようかな。染めるっていう手もある。何色しよう。染めていいっしょ、絶対似合うし。ガチャ、何色したいと、何色したいと思う？え、染めて、うん、ハッシュタグイキリ中でストーリー上げて。お前中2か。お前中二やん、それイギリ中やめるぞ、ね、それ中二やん、やってること。俺の尺長いってアンチ来るからやめてください。アンチ、この前アンチコメントなかった？あった。なんで来てた？口とんがりすぎ。全員ぶっ飛ばすぞ、これ。はい、遠征準備終わりました。昼飯食べに行きます。これからご飯行ってきます。何かとしなかったことするの。大手入れてた。うわ、日がつスポーツか。暑いね。いや、暑すぎだろ、すね。いや、地雨降ってるらしいしね。仙台。うん、お昼食べてきます。来ました。こちら、じゃあまずは気をつけてみてください。これ、麻婆豆腐ね。試合前は反省会。反省会ごめんね。僕は母さんに。名前の意味はちょっとわかんないけど。何お前ね。母さんに。いいよ。いただきます。はい。
はい、それでは行ってきます。めっちゃ熱い。レーザー。あ、レーザー。それは？今週ランクレフシーあるってますか？うん、編集サボってるかな。
だろお前。すぐカメラ回さないで迷惑。おはようございます。ということで準備していきます。まずあと見たこちら夏のサマーウェアっていうか夏用の移動着このキックさんからいただきました。はい、それでは試合行ってきます。はい、ということで、今仙台の方からね、帰ってきました。まあ、結果から言うと1対1のドローということで、まあ、自分は出場することはなかったんですけど、試合に出場するためにね、個人の課題と向き合ってやっていかなきゃいけないことがあるので、また来週かな1試合あってそこで一旦中断期間に入るので、勝って、いい流れで中断期間迎えて、また1ヶ月間いい準備して、後期が、本格的にスタートというところで来週出場できるようにね、またアピールしていきたいなと思います。高評価、チャンネル登録、その他の SNS フォローぜひよろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。